中央大学附属横浜中学校、高等学校は、神奈川県横浜市鈴木区、牛久保東に所在し、中高一貫教育を提供する、市立中学校、高等学校。略称は、中大横浜並びに、中横。神奈川県横浜市に所在する中高一貫校。2010年4月以前の学校名は、横浜山手女子中学校。 高等学校であり、2013年4月1日、以前の学校名は、中央大学横浜山手中学校、高等学校であった。2008年2月18日に、中央大学風俗学校化を目指して取り組むための協議会が発足。2009年3月9日に合併協定書に調印した。この合併協定に基づき2010年4月1日より、 学校法人横浜山手女子学園は、学校法人中央大学の継続法人となると、共に、横浜山手女子中高も、学校法人中央大学の継続校となって、学校名を、中央大学横浜山手中学校、高等学校に変更した。この合併協定に基づき2009年4月に、中央大学理工学部長の田口安馬が、 学校法人横浜山手学園理事長に、中央大学企画本部部長の横田敏久が、副理事長に、他3名が、理事に就任した。また2009年9月には、中央大学高等学校前校長の田中、義一が、横浜山手学園女子中学校、高等学校校長に就任し、現在は、中央大学小学部教授である、袴田義彦が就任している。 両法人の合併と中央大学横浜山手中高の完全付属効果は2010年2月6日に理事会、評議委員会で承認され合併契約書に調印した。この合併契約に基づいて文部科学省に法人合併の申請を行い2010年6月30日に認可され2010年7月5日に広告した。 この合併により2010年10月1日に学校法人横浜山手女子学園は消滅し、設置者は学校法人中央大学となった。男女共同参画が推進される中で、男女が共に築く社会のあり方を学校において学ぶことは有意義で、合併を機に男女共学校への再編が計画され決定された。中学校は2012年度新入生から、 教学化され、高等学校は2014年度新入生から教学化された。2013年4月1日に手狭であった旧中央大学横浜山手中学校、高等学校の校舎から2019年現在の校舎に移転した。そして、中央大学横浜山手中学校、高等学校から、中央大学附属横浜中学校、 高等学校に校名を変更した。普段の授業等の活動はここで行われる。牛久保高知よりやや離れた場所に所在するグラウンドである。サッカー部や野球部の練習場となっている。高等学校から入学した外部生は高校2年生から中学校からの内部生と混合となる。また、生徒の進路に応じてクラス分けを行っている。学校における 第一の目標は、中央大学の基幹学生の要請である。ABC 合併、公免変更について、AB 学校法人中央大学と、法人合併しました中央大学付属横浜中、学校、高等学校、中央大、横浜山手女子学園を付属化、10年に4月からただし、当時の記事が引用されたサイトが存在する。 AB 施設紹介中央大学附属横浜中学校高等学校検証費が混流されました中央大学附属横浜中学校高等学校より我が全母校の愛称家にもあります横浜の誉れかざしてとという一文から旧校家が愛称家として定められていることがわかるなお教学科はその翌年に行われた女子教育の素叩える記念費 タウンニュース中区、西区版2019年3月14日号、横浜の中大付属中で不正入学合格取り消し。ありがとうございます。